米大リーグドジャースの大谷翔平の通訳だった水原一平氏の違法賭博疑惑をめぐり、スポーツ庁の室伏広治長官は5日の記者会見で、選手やコーチ、関係者がコンプライアンスを徹底し、違法賭博に関わることがないように取り組む必要があると釘を刺した。日本スポーツ振興センター、JSC が運営するスポーツ振興くじは、法律の上で適正に行われている。とした上で、賭博だけでなく、反ドーピングも含め、法律以外にも守らなければいけないルールがたくさんある。スポーツ界の高潔さや中立性を確保するため全力を挙げたい、と述べた。